こんにちは、ひかりです。さあ、おもちゃのリサイクルショップ、トイプラネット藤岡店さんの仮面ライダーシリーズのおもちゃのコーナーに来ました。これね、キーアイテム。一時これもレアだったね。ブランクゴーストアイコン。一個のね、ガチャマシンに、ね、一つしか入ってないっていう。激レア品なのに、今だいぶ安く買えるからね。たまにこの100円コーナーにある時もあったんですよ。僕2回ゲットしてるんだけど、この、ここいいとこにあるんですけど、最近ね、ショート動画結構見てもらうことも増えて、こういう100円のキーアイテムのコーナーの動画、すごい再生数が伸びてます。はい、ありがとうございます。なんでだろう。さあ、そしてね、ベルトとかありますね。ガッチャードからもうある感じですね。まあ次はね、新しい仮面ライダー、仮面ライダーガブということでね。はい。楽しみですね。なんかお菓子というか、まあなんかポップな感じするよね。楽しく見れそうでいいかな。そう、ちなみにね、僕ね、昨日ね、30歳になったんですけど、まあ誕生日動画とかも上げて、まあその前の話なんだけど、iPhone が壊れまして、iPhone 11をずっと使ってたんですけど、ずっとでもないかな、新品で Amazon で買ったんですよ。まあ、みんな結構さ、なんか1円スマホとかなんかわかんないけど、安い感じでさ、契約していろんなところで、契約と同時に買うと安く買えたりして買ってるみたいなんだけど、僕とか Amazon で Apple Store の公式から定価で買ってたんですよ。十何万とか当時して。買ってたんですけど、そこまでまだ3、4年かな使ってたの。しか使ってなくて、なんか、何のきっかけもなく、充電器に挿したら、なんか、電源が落ちるようになっちゃって、充電もできないし、なんか、いじっててもすぐ落ちるみたいな状態で、あ、これバッテリーの故障かなとも思ったんで、バッテリー変えてみてもその症状は治らず、しかもバッテリー交換の際何かをミスって、タッチパネルが反応しなくなるっていうね、ことになりまして、使えなくなって、結局僕は Y モバイルで買いに、今ね、スマホ契約してるんですけど、その時に、1円スマホとか言ってなんか、おまけでスマホをあげますって言われて、なんか海外製のよくわかんないダサいスマホもらってたんだよ。で、いらないなと思って YouTube をね、見るようにだけ使ってたんですけど、まさかそれがね、SIM 入れて今レギュラーでこうやって動画作ってますし、意外と使える。さ、Android なんで iPhone で使ってたアプリがだいぶ使えないんで、編集アプリもね、全然違うの使ってますし、あと、僕のそのカメラから、スマホに直接動画入れられないんで、一回パソコン通さなきゃだったりするんで、今このスマホにしてね、不便なのは画像編集ができないのと、動画編集であんまり色合いとか変えられないんで、ちょっとナチュラルな映像になってるかな。今までがちょっと明るすぎたかなとも思ってたんだけど、色合いが濃かったりね。まあだいぶナチュラルな色の映像になってると思いますんで、その辺もお楽しみに。まあ音質はだいぶ下がってると思うし、あと、このスマホで手元動画とか撮るときの画質とかはめっちゃ悪い。さあ、ということでね、ここら辺は何でしょうか。生き物おもちゃのコーナーかな。これ100円のコーナーですね。まあ、こういうとこにアニアとかも入ってたりするんだけど、これね、アニアはなかなか状態よく100円ってことはないんで、おすすめなのはね、4、500円するガチャガチャのこういうフィギュア、動物フィギュアとかが綺麗な状態であったりしたら割とお買い得かなって感じですね。そういうのを探してる人はこのコーナーを見た方がいいと思います。あ、なんだっけ、ハトハットだっけ、これさ、そう、最近さ、こういう豆、なんて言うんだっけ、豆本か。こういうちっちゃい豆本。多分、印刷の技術が上がったのかですね。印刷する機械の性能が上がったのか、その豆本みたいなちっちゃいのでもすごい細かく印刷できるようになったみたいで。最近豆本のガチャポンすごい多いですよね。時刻表だったり、図鑑だったり、なんか漫画だったり、いろいろありますよね。
お、ガチャガチャ。こういうのテンション上がるから好き。謎のね。iPhone11 からそろそろ13ぐらいに変えたいんですけど、ちょっとね、普通に買うのバカらしいんで、安くなるセールが結構あるらしいんですよ。携帯会社で。なんか複雑でめんどくさいんですよ。電話で問い合わせたら、お電話ではお答えできないので、店舗までお越しくださいとか言うとことがあって、何それみたいな。複雑に仕上がってみた。あと、携帯会社って言ってもさ、au、ソフトバンク、ドコモとかだけじゃないじゃん、もう。ワイモバ、UQ だけじゃなくて、ゲオモバイルとか、あと、家電量販店にやってたりとかもするしさ、もう、めんどくさいね。あ、うだ。ポケモングッズまだまだ人気みたいでね。やっぱり専門店とかがポケモン、あと海外にもお客さんがいるような専門店とかがポケモングッズの値段をどんどん上げて買い取りしたりするんで、うん、なんかポケモンのこういう安く買えないですよね、最近は。前はね、この100円ぬいぐるみコーナーとかトイプラネット藤岡店さんのに、なんか、ポケモンセンター限定の中ぐらいのサイズのぬいぐるみとか結構あったんですよ。僕もそれでね、なんかね、ガラル、なんだっけ、あの、名前忘れた、なんか、黄昏の姿みたいなのあるんだけど、夕方しかならない姿みたいな、とかのぬいぐるみ買った記憶あるもん。この、藤岡店さんで買いました。そうだね、ポケモンのこの指人形下にある、ポケモンキッズとかはね、あの、巨大マックスがおすすめ。かっこいいからね。マナフィー、お話マナフィー。お、プラレールセットだ。買いやすくていいね。で、プラレールとかシンカリオンとかあって。最近思ってるのが、なんか結構僕、トイプラネットさんの撮影で、なんかトイプラネット店内を紹介するみたいな雰囲気に最近なってきちゃってるんですけど、実際本当にお宝を探してる様子のリアルな目線の方がいいのかなって思ってきて、ちょっとね、この撮影はまだ紹介っぽいんだけど、思考を変えようかなと思って。普段ね、ライダー戦隊ウルトラマンとかの、まあウルトラマンはあれだけど、戦隊ライダーのコーナー、特にライダーとか本当一部しか見ないから、一瞬しか。ライダーが好き嫌いとかうんぬんじゃなくてね、あ、グルート。僕はグルート。しかも TY のあのぬいぐるみのシリーズは。これ以前だったら買ってたね。そう、ライダーとかね、なかなかそんな見なくてもね、あの、大丈夫だから、本当は。戦隊とかも、ちょっと古いやつをちょっと見たり、あと特化コーナーとかちょっと見るぐらいで大丈夫だし。あと探してるのがあればね、そこだけ見ればいいんだけどね。お、かわいい、白。どっちかっていうと100円コーナーとか、ちょっと詰め合わせカードコーナーとかさ。あとはなんだろう、箱なしフィギュアとか。やっぱ100円とかこういうコーナーは僕はじっくり本当は見たいんですけどね。ただ動画映えするのはやっぱり変身ベルトずらーっと並んでるみたいなところが映えるんでね。おお、これ昔の2010年のオリンピックのマスコットキャラクターじゃない？冬季オリンか、五輪かな？どうだろうね。オリンと五輪？五輪って言うじゃん。とオリンピックが混ざってオリンになっちゃった。もうオリンでよくない？で、ぬいぐるみ。これのね、ぬいぐるみコーナーもね、最近はなかなか中型サイズのぬいぐるみがね、入ってこないんですよね。昔はね、大型サイズのぬいぐるみも結構100円、どの店舗でもトイプラネットさんやってたんですけど、最近はね、ぬいぐるみもね、だいぶこう、価値上がってきてるのが多いのかな。まあ、全体的にね、あんま安売りしちゃうとね、多分、普通の1000円とかで売ってるぬいぐるみ売れづらくなっちゃうんじゃない？ 500 円とか300円とか。100円のしかみんな買わなくなっちゃうとね。あ、五条悟るね。最近なんか人気が再熱してきてるんですよ。
青足、あ、これジャンプでやってるやつだっけ、なんか表紙になってたな、僕が買った缶の、買った GO のか。最近ジャンプたまにしか買わないのに、そのたまに買ったジャンプの検証を応募したらダブルチャンス賞のクッション当たりましたよ。やったやったって感じ。届いた時嬉しいよね。まあでもダブルチャンスかっていうのもあるけどね。やっぱりぬいぐるみコーナー見てて楽しいですね。やっぱぬいぐるみコーナーってこう値段にやっぱまだばらつきがあるんだよな。ネットでお店側が相場を調べきれないというか、だから掘り出し物もあるし、ちょっと楽しいんですよね。そう、もう箱割りフィギュアとかね、バーコードついてる商品とかお店がすぐねチェックできるからね。おー、ラプンツェルの財布だ。そんな感じでね、今回もトイプラネット藤岡店さんでお買い物してきました。チャンネル登録、コメント、評価ボタンお願いします。それではまた次回、バイバーイ。もうなんだこれ。